こういうのはさ、やっぱ好きな人はさ好きだから、本当にインスタチェックしてる人はスパーンと買って結構高値がついとってもバンバン売れてっちゃう。もう安そうだよね、こんなんて。ねえ、怖いよね、手が、うん、いらっしゃい。最近泡が結構出てるな。縁側が多分でかいんですよ。はい、ありがとうございます。そうですね。そう、縁側いっぱい食べたいって思うなら、洋食を選んで。いらっしゃいませ。うなぎ定価の半額になりますか、がですか。まだ5時20分だもんさ、20分しか経過してない、オープンしてから超人気商品。割と珍しいかな。そう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 。
と思う、うん、ちょっとねこのさんそのピリッとした感じがあってね美味しい。パンチが入ってるもんね。そうそう、うまかった。ねえ安いよね。金目か。そう今日金目すげえ安い。そうだね、今日天気がいいので、うん、開いて。ああそうなのね。でね干す時にね。こんにちは、ウオケンです。今日もね、一色魚村に行ってきました。そして今日の一色魚村ですけども、今日はね、久しぶりに台風のない週末ということで、かなりね、お客さんも多くて、そして魚もかなりたくさん販売されていました。今日はね、すごく賑やかな市場だったかと思います。そして今日気になった商品ですけども、まずはね、金目鯛。こちらがね、かなり大量に販売されていました。値段の方もぐっとね、一気に安く売っていましたので、こういった時期にね、普段高い金目鯛買って食べてみるっていうのもね、ありだと思います。ぜひね、こういった機会に金目鯛試してみてはいかがでしょうか。そして、次に気になった商品は、やっぱりね、秋といえばサンマということで、サンマなんですけども値段がぐっと安くなって、そしてね先週よりもね今週の方が脂の乗りもいいように感じました。やっぱり秋といえばサンマ、こういったね秋の時期に
サンマ試してみてはいかがでしょうか。そして次に気になった商品は車エビ。今日ですけども車エビもかなりたくさん販売されていました。しかもね、ちょっと大きめの車エビ、こちらがたくさん販売されてまして、しかもね、イカシの状態でいろんな店舗で販売されていました。この車エビ、やっぱりね、味もさることながら加熱することによってパッとね、鮮やかな赤色に変わる華やかな側面もありますので、こういった時期に車エビぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。このウオケンのチャンネルですけども、皆さんの高評価とチャンネル登録によって支えられております。ぜひ皆さん今すぐに高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは最後の挨拶をして終わります。それじゃあ皆さん、グッドラック。